ロー、めいめいひまりです。このチャンネルでは、機動武闘伝 G ガンダムが参戦しているゲームを紹介していきます。今回紹介するゲームはこちら、任天堂 DS のソフト、スパロボ学園です。それでは、始まるよー。このゲームのジャンルはいつものスパロボと違い、マスゲーではなく対戦ゲームみたいな感じです。ストーリーは、今まで地球は異星人からの侵略を受けるも、それらはロボット軍団によって撃退されました。軍は次の異星からの侵略者に備え、優秀な指揮官を育てるため、戦闘シミュレーターである、スパロボバトルを開発し、それを教育に組み込んだのがスパロボ学園という設定です。なので、このゲームに出てくる参戦作品の機体やキャラクターは全て、ただのデータとして扱われており、ストーリーに関わってくることはありません。次に機体について話します。G ガンダムは出ているのですが、なんとゴッドガンダム1機しか出ていません。このゲームじゃんけん属性みたいなのがあって、一応3種類あるんですけど、ドモンは精神コマンドが変わるぐらいですかね。他の機体だと、チェンジゲッターロボのマゲッターロボは属性でゴーやリョーマに変わったり、プロジェクトゼオライマーの天のゼオライマーはマサキとマサトで変わったりします。参戦作品が33作品と多く、この中からどうやって自分の欲しい機体を集めていくかなんですが、まさかのガチャです。しんどかったですね。ゲームシステムにも問題があって、このゲーム、コスト制を採用しており、やたら強いユニットだけでチームを作れないのですが、敵はそんなのお構いなしでコストを無視して強い機体をバンバン出してきます。BGM も版権曲が一つも入っていないのは残念でしたね。ヒロインがみんな可愛いのが救いでした。小松英治さんという方がデザインしたそうです。ちなみに、予約特典にトランプがついてきたのですが、ゴッドガンダムはちゃんとハートのキングになっていました。感想としまして、もうやらなくていいかなって感じですね。当時中学生の自分はお金がなく、買えなかったのですが定価で買わなくて助かりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、お願いします。バイバーイ。